非常にこの一報を受けたときは非常に、まあ、ショックも大きかったですし、まあ、びっくりしましたね。まあ、いろんな試行錯誤あった中での結果だと思うし、サッカー協会のこともリスペクトしてますけども、まあ、選手でやっている以上ね、この結果っていうのをしっかりと受け止めて、僕たちは本戦に向けて日本代表という国がですね、一歩前進するためにいい結果を出すためにという意味では受け止めなければいけない結果だと思ってます。まあ、ハリルホジッチ監督と出会って、たくさんのことを学びました。僕自身もですね、非常にプレーのことで悩んだし、いろんなところで成長するきっかけにもなった一人の指導者だったと思います。まあ、僕個人的にもたくさんのビデオを作ってもらったり、たくさんの編集展の中でいろんな、まあ、正直たくさん怒られましたし、苦しい時間もありましたけれども、今の自分、今のプレーがあるっていうのも間違いなくハリルホジッチ監督のご指導があったからこそだと思ってますので、まあ、いろんなね、たくさんの大きな刺激を受けた一人の監督なので、まあ、今回のこの件に限っては僕自身は非常にショックを隠しきれない、そんな思いですね。まあ、これをしっかりと受け止めてですね、西野監督の思い、そして協会の思いをしっかりと組んでですね、僕たちはプレーで表現する結果を残すだけだと思ってますので、まあ、いろんなところでの報道で、この2ヶ月っていうワードが出てますけども、僕個人的にはまだ2ヶ月あると、もう前向きに捉えることしか考えてませんので、この2ヶ月間自分が置かれている状況、環境をですね、しっかりと理解した上で行動、そしてトレーニングに励んで、コンディションを高めていかないといけないと思ってます。いろんな考えがあると思ってます。置かれている状況、コンディション面で、いろいろな評価だったりですね、あると思いますけども、まあ、西野監督もですね、ハリルホジッチ監督同様、合宿にずっと帯同してましたので、選手個々のキャラクターコンディションもしっかりと把握していると思ってますので、今まで積み上げてきたものっていうのをここで出さないといけないというふうに感じてますので、僕自身もゲームに出るために与えられた環境、浦和レッズでしっかりとプレーすることっていうのが代表につながると思ってます。まあ、ハリルホジッチ監督の時にそのようなニュースが出てましたけども、実際に僕はね、中にいる人間としてそういう問題はあまりなかったんじゃないかなっていうのは思ってます。個人的には、スタッフ選手とのコミュニケーションのところっていうのはですね、非常に高めていかないといけない部分の一つでもあると思うんですけど、そのような問題は生じてなかったんじゃないかなと思います。ただ西野監督になることによって、まあ、日本語で、ね、しっかりと会話できるっていう環境が少しでも、ね、増えると思ってますし、より近い存在かなというふうに思ってますので、まあ、密にね、まあ、時間もないということなので、しっかりと選手スタッフとのコミュニケーションを増やしていかないといけないと思ってます。まあ、正直、まあ、技術委員長という形でしたもんね。なんであまり僕たちもね、接点もなかったですし、あまりこう接する機会もありませんでしたので、西野さんのサッカーというのは正直僕は分からないです。まあ、今回のニュースでですね、たくさんの心配される声っていうのは飛び交っていると思いますけども、僕たちね、やっぱり日本を代表する選手がピッチでどれだけできるのか、でこの選択が間違ってなかったっていうのをですね、結果として出さなければいけないと思ってますので、日本国民の皆さんにポジティブなね、サプライズを起こしていければいいかなというふうに思ってます。